さて、それでは開始をしようと思いますけれども、ちょっと中身についてお話をしたいと思います。こちらですね、ちょっと別セット全てやっていくのではなくって、実はこちらにいらっしゃる方にはちょっとね、簡単かもしれないという内容を行います。でもこの発音はですね、実はフランスに15年とか20年住んでいる日本人でも約9割の方が実はできていない発音なんです。9割って結構多いですよね。っていうのが、自分で気づいていないそういう発音っていうのが実はありまして、こちらをちょっと徹底的に行います。かなり簡単かもしれないですけど、皆さんでいきたいと思いますので、ぜひ、ね、一緒にやっていけたらと思います。こちらでそのベーシックな発音をできるようになっていきましょう。皆さんできるようになります。頑張っていきましょう。お願いしますね。どういうことかって言いますね、例えば発音をこれからしますけれども、発音のための発音練習ではないんです。まずこちらがあるので、活用を復習しながら、使いながら発音をしていきます。ですので発音なので、今日はね、オンからやりますとか R をやりますとかではないです。もう使っていって、自分のものにしていって、聞こえる、読めるというよりかもう分かる、聞こえる、話せるというふうにしていきたいと思います。ここまでで何か分からないご不明点ございますか？カレビアン、こちらでね、ちょっと遠くなんですけど聞かせていただいて、まず J の発音ですけど、まずですね、日本人が陥りやすい発音なんですけど、これは J という言い方であります。 J ジュスイで、例えばね、昔携帯のなんか携帯メッセージで文字数があったんです、フランス語で。で、粉文字上が有料とかいう感じになった時に、これをこう書いた。日本がすごいいいですしね、こうすごく口が動いてる人はいいですよ。で、ね、やっぱり口が動くってことはっきり聞こえるんですね。やっぱりこうモニョモニョしゃべるとこういう風になっちゃうんですね。いくら頑張ってしゃべろうと思ってもこういう風に聞こえてしまうので、頑張ってちゃんとしゃべるとやっぱりこういう風になる。フランス語も一緒で、Je suis arrivé